韓国をビザなしで訪問できる国の国民ですか？これからはオンラインで電子渡航認証システム KETA を申請しなければなりません。早くて簡単な KETA。 2021年5月以降韓国に行くなら KETA を準備してください。